バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイもうちの姫登場させていただきまして、先日行われました11月6日にね開催されました医師ジャムナイトについてどうだったかなっていうのをね皆さんにお話できたらなと思います。そして先日の医師ジャムナイト、もう早くも好評で来年ぜひしましょうという声がありまして、お客様も楽しみにお待ちいただいているというね、さすがうちのサウンドプロデューサー医師だなという結果でございます。ぜひね、あの陽子は12月18日もキャパルボホールで、鹿児島のキャパルボホールというね有名なライブハウスなんですけれども、そちらの方で宮井紀之さんという和歌山県ご出身ですが、鹿児島を拠点にね活動されまして、もうねデビューされてから20周年を迎えられた方なんですけれども、そのシンガーソングライターの大先輩と一緒にツーマンライブで行いますので、ぜひ12月18日も、今度はアコースティックですけれども遊びに出していただけると嬉しいです。では今夜はね皆さんにこの曲をお届けしたいなと思います。今月はうちの家族にとってもねとても素敵な記念日がある、まあ、うちの両親の結婚記念日がある月なんですけれども、そして陽子も11月29日はファーストシングルをリリースした大事な記念日でございます。そんな日にやっぱりね、どんな時も初心と言いますか、好きな気持ちは忘れてはいけないという思いがございます。なので皆さんも大事な方とハッピーでありますようにという思いを込めて、この曲をプレゼントしたいと思います。陽子でアンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく。何度立ち止まっても一歩
陽子でアンフィニッシュドストーリーを聴きいただきました。このバージョンは新しいアルバムフルアルバムのねキス&ハグに収録されているバージョンで、ギターは石、ベースは平田瑞穂さん、そしてフルアルバムバージョンといたしまして、ドラム杉野俊之さん、ピアノ太田光一さん、おーちゃんお迎えしましてね、陽子バンドがお届けしているので、もうライブみたいな音源でございます。私もねこのフルアルバムのキス&ハグに収録されている曲、アレンジというかその再録している部分含めてね大好きなところがいっぱいありますのでね、ぜひまだキス&ハグお手元にない方は全国流通もしておりますので、そしてホームページだね、 yokoyokojapan.com よりメッセージいただきましたらお送りしますんでね、ぜひゲットしてください、お願いいたします。ではですね、今夜嬉しいことにメッセージいただいておりますので、大事に大事にお読みしたいと思います。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。またまたあなたのカズさんです。朝晩すっかり冷え込んできたので、慌ててこたつを出して幸せ気分を味わっている今日この頃ですが、おかわりはありませんか。11月2日の夜は鹿児島市内のあちこちで花火が上がったようですが、私の住んでいる姶良市でも7日の夜に花火が上がりましたよ。夕方、市の広報のアナウンスが聞こえ、今夜悪液体さんの願いを込めた花火が上がるので各自宅から見てくださいとのことだったので、夜7時頃からそわそわしていました。やっと7時半過ぎにバーンと大きい音とともに始まり、8時頃まで上がりました。我が家の狭い中庭から見えたので最高でした。なんと同じ方面で2箇所同時に上がったので、まるで双子の花火みたいでしたよ。久しぶりにコロナ禍の嫌な状況を払拭してくれるような元気が出るようなひとときでした。さあ終わったと部屋に戻ってテレビを見ていたら、またドーンという音が。なんと今度は違う方向で花火が上がっているではありませんか。あら油断したと慌ててまた外へ。今度も20分くらい続いて和ませてくれました。日曜日の夜に花火を見て、明日から月曜日に向けてお仕事頑張るぞと力が湧いてきますね。ありがたいな。来年こそは普通に夏祭りや花火大会が観客であり、ね、開催されることを切に祈ります。それでは今回のリクエストはラブをお願いします。この曲を聴くといつでもどこでもタオルを振りたくなります。よろしくお願いします。陽子さんも体調にはくれぐれもお気をつけて元気にお過ごしくださいね。ではごきげんよう。カズさんありがとうございます。ラブっていう曲はタオルフリフリ、そして夏曲として発信したので花火がめっちゃ似合うんですよ。でね、花火ってさ、音楽花火もあるじゃないですか。結構さ、大きな大会とかでも曲がバンバン流れて、それに合わせて打ち上げるっていう素敵なパフォーマンスもあります。私も大好きなんですよ。花火大会の花火師さんたちの大会ってあるからね。結構その花火師さんの大会って秋とか冬になってるけど寒くないくらいの時とかにさ開催されるじゃないですかね。もうね、とにかく私も花火大好きだから、カズさんのあまた打ち上がった外に行かなきゃっていう気持ち分かりますよ。鹿児島でもね、一晩で何箇所も時間差で上がっていたので、一箇所のこう高台から見てると3箇所ぐらいの打ち上げ場所がね同時に楽しめてっていうところもありましたのでね。若い時はさ、若い時っていうのはもう10代ね、うちの娘ぐらいの時にはさ、花火を見ながら自分がちょっと切ない恋愛してると、はぁ、あ、シュンっていう気持ちになったり、あの人と見たいなっていうさ恋心とかありましたよね。で、私はもう大人になるとさ、夏祭りがあると皆さん何かかしらこうステージパフォーマンスされてるから、わあ私もいつか歌いたいって思ってて、でお母さんになってから私はね、シンガーソングライターとして CD を出したり歌う機会をいただくことができるようになったので、お母さんになるとさ、娘と一緒にね見たいっていう気持ちが毎回あるから、娘と二人でこう花火大会に出かけたり、両親誘ったり友達誘ったりしてさ、こう見てたんですけれども、とある時期からはお仕事で花火大会に行くことが増えたので、
花火が上がっている時にゆっくり見ることができなくなったのね。そうすると娘も一緒に行ってる時はさ、娘も楽しんでていいんだけど、娘がいない時、離島とかにお仕事に行くと、鹿児島県もいっぱい離島が、素敵な島がありますのでね、島に行くと、もう島ってさ近くで上がるから、もう一尺とか三尺とか、その花火の大きさがどうっていう話じゃないんですよ。とにかく上がっている場所が近いから、花火のなんていうの、ダイナミックさ、音もで目も、もうとにかくでっかいわけ、感じる体感がね。なので私、島の花火大会も大好きなんですけれども、ただそれをね家族で見れないのがいつもね切ないなって思ってたんですよ。娘と見たいなって思いながら仕事してる。だけどその会場では私が歌ったことで、こう一緒にさ家族でタオルフリフリしてくれたり、花火のカウントダウンまで、このステージが終わったらね始まるからって言ってカウントダウンしてる家族が いらっしゃったりとかさ、そういうの見てると、あ、よかったな、今日も音時間ご一緒できてって思ってさ、まあ、そこで私もパワーをいただいてたわけですよ。花火大会っていうのはやっぱりね、大事な人とさ見たいもんだよなって、で恋してるんるんだよなみたいな気持ちもあり、今日リクエストいただきましたラブという曲ができたんですけれども、ぜひですね花火を見て思う気持ち、もう陽子はすっかり大人になってしまっているので、新曲はこうなんていうの、黄昏る、あの頃は良かったよねみたいな雰囲気もありつつ、みたいな大人な曲の花火曲もね、来年とかは発信できたらいいなと思ってますので、そちらも期待していただきつつ、現時点では陽子はね、もう恋してルンルンな曲がございますから、そちらを今夜は皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。陽子でラブ。陽子でラブお聞きいただきました。そして今夜もゲストということで、シノンよろしく。こんばんは。こんばんは。11月6日最高でしたね。ありがとうございます。何それ、なんか私だけの最高じゃん、みんなが最高だったんだよ。ありがとうございます。そう、ママの方がひねくれてたね。そう、シノンめっちゃ良かったよ。だってさ、リハーサルの時に初めて生バンドでライブをするっていうのはこんなにヘビーなんだなみたいな体験した顔をしてましたよね、うん、今までさ何回もライブ出てたのにお姉ちゃんになったよね。いきなりさ、物の考え方を、あ、私ってこういうことできないといけないんだ、ああいうことしなきゃいけないんだみたいなのをさ、もうお姉ちゃんになったよね。ありがとうございます。何そのおちょぼ口のありがとうございます。照れてるね。でもさ、好評でしたよ。良かったです。あなたが本番までに
味わった。リハーサルも結局3回歌ったのか、合計リハできたのね、はい、当日リハも含めてその3回で急激に成長してましたからね。本番良かったよね。 ありがとうございます。私コーラスに一生懸命で見てないんだけど踊ってたらしいね。結局ね、あのシノンは BTS というね、もう今大人気のグループのダイナマイトっていう曲を、英語の歌なんですけれども、辛いも標準語っていう言葉が鹿児島にあります。鹿児島弁っていうことなんですけれども、さつまいものことを辛いもって言うんですね。あ、ですね、知ってます。うん、要するに私が今喋ってる言葉は辛いも標準語なわけですよ。でシノンの場合は、辛いも英語。ひどいひどい。そしてだと思うんだけど、辛いも英語でね、一生懸命英語の歌歌ってましたね。でもシノンはまあちゃんと英語歌ってたけど、ママとあとアップルジャムの司兄ちゃんが2人でコーラスしたんですけれども、ね、男性パートも女性パートも必要な楽曲だったのでね、2人でコーラスしましたが、確実に私たちは辛いも標準語でしたね。あ、じゃあ、いや、辛いも英語でしたね。でしたんか。でしたよ多分。ではここで2通目のメッセージをお読みしたいと思います。ようこさん、お久しぶりです。ケンケンと申します。先日11月6日キャパルボホールで開催されたイッシージャムナイト、最高に盛り上がって最高に楽しめましたね。いやー、ライブはやっぱりいい。出演者もバンドの皆さんも、そして観客もみんな幸せな音時間でした。やっとそういう空間を共有できる時が戻ってきました。まだまだ油断はできないけど、しっかり対策をやって、ぜひまたこんな素晴らしいライブを開催してください。一緒に参加した友人たちもとても良かったと喜んでくれました。そしてやっぱり陽子ちゃんが一般じゃとね、ほいでほいで。あ、これはですね、標準語、まあ日本語に戻しますと。やっぱり陽子ちゃんが一番だよね、そうだよそうだよという意味です、と二次会でも話が弾み、最終の新幹線にギリギリ間に合ったといういつものパターンでした。しのんちゃんもサプライズで一曲歌えてよかったね。英語の歌をあそこまで歌うとは驚き。親子二代の歌姫、これからの成長が楽しみです。キバイアンセ、このキバイアンセは頑張れという意味です。イシーさんのギターはさすがの一言、素晴らしい人が音楽プロデューサーにいてくれる幸運、陽子ちゃん持ってるよ。今週もバニラスカイを楽しみにしていますよ。ほいじゃまた。それではまた。鹿児島県片田舎のケンケンより。ケンケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかラブレターいただきましたね、私ですね。ですね、応援ラブレター最高だ、嬉しい。ケンケンさんもさ、あの男性のお友達の方と一緒にいらしてくださってたんですけれども、あのね、まあ、いい男はね、オーラがね強いから、ステージに立った瞬間、あ、ケンケンさんいるって思いました。気づいた、ケンケンさんに気づいたね。気づきました。もうシノ今うんってうなずいたらダメですよ、声に出さないとラジオだから。うん。そうでさ、ケンケンさんもあのペンライトを購入してくださって振ってくださってた。だけど恥ずかしかったんですって、ケンケンさんにお話聞いたら、なんかフリフリするの恥ずかしいから、お隣のお友達が振ってくださってたね。あ。そういうね、あの可愛らしいところもあって、まあ、ライブってさ、見てる側もそして演奏してる側もそれをサポートする人たちも、まあ、歌う側を含めてね、もういろんな人がさ、新しい自分と出会う空間じゃないですか。わかる？うん、わかります。さっきまでの自分と違うんだよね。なんか好きなアーティストを応援してて、え、私こんな一面あったの？みたいなところも出てくるじゃん。うん、私たちはね、ちょっとこの放送前に鹿児島にね、11月9日矢沢永吉さんがライブでいらっしゃいまして、はい、知り合いの松本圭司さんというピアニストの方が今回サポートメンバーで出演されるということでご連絡いただきまして、圭司さんのね演奏を見に、そしてあの A ちゃんを鹿児島で見れるということで行ったんだよね。はい、かっこよかったです。かっこよかった。あのね、もうなんていうの、あれもうなんとも言えないよねっていうのが感想です。もう70代には見えない。あ、そう、 A ちゃん72歳なんですってね。50代前半。あなた10代ね。10代の感想はそうよね。あ、なんかもういくつぐらい若いって言いたくなるね。うん、なるほどね。びっくり。そうね、私はね、もう年齢を重ねてやっぱり年齢でしか出せない歌声、歌
魂みたいなソウルがさ、もうビシビシとくるからもう悔しいくらいかっこよすぎた。素晴らしかったね。はい、 A ちゃんも A ちゃん、うんうん、あのすごかったね、うん、私もあの方みたいに年齢重ねられるように、うん、もう精進するのみ、うん、頑張るのみだなと思いました。でシノンがさ、もう一曲終わった瞬間でかっこいいってなっててさ、うん、まあ、正直シノンはほとんど曲知らないわけですよ、うん、私でさえもさ、やっぱりもう50年なんですって、って来年50年も第一線で活躍されてる方のさ楽曲をさ遡るって難しいじゃん、難しいよね、はいはい、なんだけど私も5年して20何曲出してるんだよ CD で、うん、それでもさ、やっぱり私なんかでもそんだけあるってことは、ああいう一流の方も1年に何曲出してるのっていう話ですからね、うん、ですね。そういう A ちゃんをシノンがですね見て、もう1曲目からうわーってなって最後まで全然飽きなかったね、うん、え、もう終わったのって感じです。そうそう、あっという間だった。でアンコールにはもうみんながしている名曲をされたんですけれども、若い世代から、そして多分ねお客様ももう9割8割ぐらいは60代前後でしたね、5、60代の方だったので、さすがだなぁと、さすが A ちゃんだなぁと、もうみんながもう A ちゃんが歌って、こんな A ちゃんの話ばっかりしてるけど、一番歌って絶対拍手が来るんですよ、うん、でそれが全部の曲よ、すごいよね、うん、最後まで拍手だったよね、あれはすごかった。私もそういう歌い手になりたいなと思いました。それで、まあ、私たちそういうねライブで感銘を受けましたんで、自分たちが3日前に行った一子ジャムナイトでのパフォーマンス、もっとこうしたい、ああしたいっていうのが欲の塊で出てるわけですよね、しーちゃん。はい、なので次の一子ジャムナイトもですし、私たちのライブもね楽しみに出していただけると嬉しいなと。そしてケンケンさんみたいに、そしてねカズさんもですけれども、もういろんな方にさヨーコというのを応援していただけてるからこそ、皆さんの愛情あってこその私たちですからね、パフォーマンスより良くするためには皆さんの応援不可欠でございます。これからも何卒よろしくお願いいたします。では今夜、今ねちょっと皆さんにお聞きいただいてるのはシャイニー2020でございます。シノもこれ歌わせていただいてるんですけれども、私のオリジナルのシャイニーが鹿児島を愛してやまないアーティストたちと一緒に歌ったバージョンがこのシャイニー2020でございますが、今年も鹿児島クリスマスマーケットは開催されます。ぜひ鹿児島中央駅のアメ広場にてシャイニー聴きにいらしてください。そしてなんとまだ言えないけど、いろいろと作戦も動いてるんで、そちらもお楽しみに。バニアス会は皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。しーちゃん、はい、これから一緒にパワーアップしてもっともっといい音時間楽しもうぜ。イエスイエスでは来週も皆さん一緒に楽しいラジオを発信したいんで、メッセージ本当お待ちしてますからね、よろしくお願いします。お願いします。では今週も皆さんらしくめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。せーの、バイバイハッピー。